りました。改めまして和田アキ子です。日本放送の柿花忠です。アッコのいい加減2000回、日本放送の制作でお送りしております。12時台の後半にお送りするクイズ和田オネア、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はお名前と住所、電話番号も忘れなく、またラジコでお聞きの方はぜひラジコで聞いていますと書いてみてください。受付電話番号は東京 03-3211-3222、 ファックスは 0570-021242、 メールアドレスは小文字で akko@1242.com でお待ちしております。ラジオ聞いての感想も続々届いておりまして、はい、ラジオネーム水あさぎさんですね、うん、あこさんグーとかパーとか、はいはい、爆笑です。爆笑ですっつっても、まあね、そうですね、うん、まあグーです私は。まあ、はい、平手もあんまないしね。世田谷区の高橋さん、はい、僕だけかもしれませんが、はい、アッコさんが先ほど、はい、蹴りでしょっておっしゃった時に、はい、背中がゾワッとしました。こう迫力が、言葉の力ってすごいですよね。いや別にアッコさんが本当に蹴りのポーズしたわけでもないですけれども、スタジオでね、はいはい、蹴りで。いやでもしつこいようですが、番組収録中に一般の方に手を挙げるっていうのはいかがなもんかと思うけどね。そうですね。よくそれこそさっき勝又がねダウンタウンで私のこと言ってたって言うけど、浜谷なんかはどの先輩でも何を言うとんじゃこらとかって言いながら大先輩の頭をこづいたりするんですよ、はい、でもなかなか平手でもうビンタするっていうのは、まあ、私デビューして46年ですけど、はい、なかなかないんじゃないですか。です、見たことある？ないです、ないです。でそれが本当に相手が被害届け出すってことは警察に言ってんだから、そういうことなんですよね。こんなに問題にならないで選挙応援術やってらっしゃるよね。ああそうですね、ある方の、はいはい、どうなっちゃってんの。普通はそんなことダメでしょ、うん、もしそもそもその収録の時に起こった騒動が、うん、わからない広がり方をしてますよね。そうでしょ、はい、なんなん被害届はどうなったのかなとかいろいろ含めて、うんうん、でもそもそもバラエティ番組って、うん、見てる人に楽しんで、うん、楽しい気分になってもらうもので、はい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 、本気でなんかこうトラブルになって、うん、なんでしょうね、ずっと昔になんかドッキリでね、はいはい、フジテレビのドッキリかな、はい、私もこの間ドッキリで私の顔が破裂するってみんなびっくりしたのあったけど、体がフジテレビのドッキリだったと思うんですけど、やっぱあまりにも真剣になりすぎて、で噂ですけどその場にいたんじゃないからはっきりは言いませんけど、西川きよしさんが怒って帰っちゃったってのはあります。でも私のこの芸能生活で一般っつっても、最近ちょっとよくわかんないのはそのガヤのところっていうか、こう視聴者参観みたいな、そういうところでそういう事務所から派遣されてる人もいるんですよ。なんか3000円ぐらいかなんかいただいて、でちょっと慣れた方とかね。でもそういう人たちをな、それであったとしてもね、でなんていうの、同業者だとしてもものすごい問題になると思うんだけど、デビーさんだからなのかな、これ私やったらえらいこっちゃね。はあ、なるほど、うん、そうですね、何なんだろう。絶対そう、反対に私が誰かに平手を食らってもすごいでしょ。殴ってやりたいと思うけど、私は殴ったらもうそこで狂気になるからって、まあ笑い話と真剣なことで言わせてもらうとね、いまだになんでほんでシャバシャバシャバっと消えそうなのに、消えそうだったのに淡路恵子さんの時に行かれてるからね、そうです、参列されてるから、消えそうだったのに今度は西川を、はい、西川がホリプロだからってことじゃなくて、西川綾子を平手打ちすべきだったとか、そんなことだって結婚式にも出席してるぐらいだから、それだったら西川と話せばいいのにね。まあああいうちょっとね、うん、ややもすると本当にこういう真剣に話すと重たい話じゃないですか、うん、これって、うんうん、それをさっきあこさんが、うん、いやーグーでしょパーでしょっていう言い方で表現
されたことをラジオ聞いてる方がこう笑ったというメールもたくさん届いておりますし、あとですね、週刊ワダスポの中の話題に出てきた陣内さんの恋愛について、あこさんがミヤネ屋ではどんなふうに答えたんだろうというふうにおっしゃいましたが、ご覧になった方からですね、スパイレモンさんから、あのミヤネ屋ではどういうふうに答えられたかというとですね、車に乗る前に直撃インタビューを陣内さんが受けてて、お付き合いしてますかという質問に対して、はい、してます、どちらと、あ、松村さんと、小林さんとは友達です、という答え方でしたね、という、はい、いや本命は本命で言うってことですね。そういうことですよね。あ、いやこそうまくいきますかねというふうにね。どうも、まあ私は私で昨日、まあ、シャーからあかんねんと、もうこれ世の中やっぱりなって思われるのって言ったら、そうですよね、なんも友達は言うてもそうですよね、なんでまたそのね、その、まあ、余計なことだけど、だからあんまり私は本人が言うまで言えないけど、うまくいってないと喧嘩する時もあるじゃない。ありますよね。ちょっと間を置こうっていう時に、なんでそんな時に夜遅くまで遊ぶねん、なんでうち来えへんねんって、これぐらいしかないそれはまた別問題でしょ。別問題やな。でも陣内さんは、モテますよね、絶対。じゃあいつね、それで天然やねん。ああ。いろんなことが。はいはい。ある意味私と一緒で、考えたこと、私はもう考えたことを頭の中で整理しないで、もう考えたことはそのまま口に出る。あいつは考えたらそのまま行動に出んのちゃう。ああ、なるほど。いいなと思ったらやっぱり飲み、ご飯行きたいなとかいうことですか。なんかね。で、まあ今んとこ一人もんやからね。そうですね。まあ明日なんかここのとこお任せはね、あの大沢くん、はい、あの元光源氏の、大沢あの三木雄さんの、そうの問題が割と視聴者の方がみんな興味があるみたいで、それも多いんですけど、あんまりコメントできないねなんて言ってるから、はいはい、だから明日陣内の話で持ちきりかもわかんないね。いやもうだってご本人いらっしゃるわけですから、それはそうそう注目ですよ。きっちり喋ってもらおう。はい、あとですね、バイバイアダムの感想も届いて、ああさっきの曲懐かしいですよね。あれだからアコさんのデビュー曲の B 面、 B 面カップリングナンバーなんですね。そうです、はい、これはラジオネームいちご大福さん、はい、あいちご大福さんってよくくださらない、江戸川区の、そうですね、ね、くださる方です、はい、バイバイアダム初めて聞きました。あそうですか、ありがとうございます。お衣装はどんな感じだったんでしょうか。あこれはね、昔はベストとパンツですね、で割と黒だったり、まあ、デビュー曲はエンジ色で、確か銀のブラウスだったかな、はい、でこの時に星空の孤独がメインでね、メインっていうか A 面じゃなくて、バイバイあとこれは村井邦彦さんとかね、はい、それでそうそうたるメンバーに作っていただいたんですけど、昔ディンドンダンっていう番組で私レギュラーやってて、オックスと、はい、でオックスっていうともう失神、アイちゃんっていう失神してね、はい、女の子がキャーキャーワーワーが失神するで有名なオックス、はい、でもう亡くなりましたけど、新宿にあったあの厚生年金会館よく、はい、あの鳥があったんですよ、でそこであの日本テレビ系だったんですけど、あのうなぎって入れないでうなり、うなりっていうからうなろんっていう名前があるんだけど、あんま言っちゃあれだけど、その人が私がその星空の孤独がデビュー曲だからバラードだからさ、歌うとみんな女の子たちがトイレ行っちゃったりするわけよ。あその間に当時クループサウンズ大ブームの中で、そうなの、大ブーム、もうビレッジシンガースだ、パープルシャドウズだね、もちろんテンプテーション、テンプターズとかテンプテーションアメリカだ、そうそうタイガースとかね、そういうマルチグループの子たちが、私胸にとか歌ってるから広がる孤独の辛さなんて、そんなそしたらもうプロデューサーに「おい B 面歌え」とかって言われて、悲しかったのよ。なんで B 面歌、リズムがあるからバイバーだもん。はあなるほど、でも後にもうこれ歌ってくださいっていう人も多くて、だからバイバイアダムっていうとなんか村井邦彦さんと新宿厚生年金を思い出す。なるほど。いやもちろんこの歌がユータだからこそ歌えって言ったかもしれないけれど、はい、アッコさんの当時の気持ちとしてはまずデビュー曲を歌わせてくださいですよね。そうそう、バラード歌ってる人いなかったのよ、当時は、はい、みんなリズムのある歌だったから、ありがとうございます。嬉しい。バイバイアダム
はい、はい、感想いただきましたし、はい、あとですね、うん、先ほどちょうど今産経ついて車の中で聞いてますという方に、どうでしたか、いや、はい、これまだ報告がないんですが、はい、ちょっとまた違うパターンでですね、はい、高典さんが、はい、あこさん聞いてください、はい、娘が今高校受験中なんです、はい、塾にも行かず、はい、もう妻が家庭 教師代わりとなって頑張っておりますと、はい、ちなみに妻は来月出産なんですけれど、はい、そこであこさん知ってますか、今タクシーに乗ってる人じゃない、また違う方なんです、あ違う、全く違うパターン で、はいはい、で入試にもパターンがあるんですと、はい、でその入試のパターンを予想する参考書もあるんですと、はあ、でその参考書も高かったりして、うん、1教科分1万円ぐらいで購入しなきゃいけないんですけどね、はあ、で娘はちょっと無理めのレベルの高校受験するんですと、はあ、でもここに来て学力がぐーんと伸びてきたんです、はあ、どうにか合格してほしいんです、いいじゃないですか、あっこさんからも合格するように声をかけていただけたらありがたいですと、ご利益があると思います、娘は桃葉と申しますと、はあ、だけど桃葉ちゃんが聞いてるんですか、桃葉ちゃんはこれをこの時間聞いてるんですか、ね、でもちょっと上のレベルをね、はい、目指して、でまあご両親はその1教科っていうか、はい、1万円大変だと思いますけど、参考書高いと、はいはい、もうだって私は子供いないんであれですけど、今普通に育ってても子供大学卒業するまでに運千万かかるんでしょ、はい、その中で今勉強しろっつってもやんない子がいる中で、上を目指してそれで希望が見えてきてるっていうのはすごいことだと思いませんか、はい、そうするともう本当に本人に任せて自分が勉強するんじゃないから、うん、これ高いんだぞとかそういうこと言わないで、なるほど、もう普通にやってあげるのが一番いいですよね、うん、で、桃葉ちゃんがもし聞いてたら、これ個人的にね、桃葉ちゃんがもし聞いてたとすると高いんだぜ親は大変なんだぜ、うん、なるほど、他人は言っていいね、そうですね、うん、はははは、頑張れ、はい、本当に最近さ、頑張れって言葉をね、あんま言っちゃいけないとかって言うけど、やっぱり頑張れっていい言葉だと思いますね、うん、頑張れが一番いいんです、うんうん、なんかさださんの歌にも頑張れ頑張れってレコする歌があって、さだまさしさん、はい、で被災地に行った時にあれを歌うのがどうかって悩んだんですって、うん、やっぱ頑張れっていう言葉がいかがなものかって風潮があって、あ、はいはい、もう十分頑張ってるのに頑張れっていうのは酷だっていう、うん、でもそれはね、そんなこと言ったらもう取りようでね、じゃあもう何も言えなくなった時の、この気まずさっていうかね、頑張れでさえも言えるっていうことも幸せだと思わないと、もっと掘り下げりゃ、その言える言えないっていうところからいくと、話せない人もいる、そうでしょ、聞こえない人もいる、見えない方もいらっしゃる中で、なんかで意思を通じることができる手段で言葉にしたり絵に描いたりしてるわけだから、何を頑張ればいいんだとかっていう方もいらっしゃるかもわかんないけど、そんなこと言ってると何にもできないと思う、うん、私だって歌うのに緊張するよ、たくさん頑張って、お前ら歌わないだろって思うんだけどさ、でもそうしかないじゃん、そうです、ね、代わりに歌ってくれるわけじゃないし、うんうん、私が歌わなきゃいけない、頑張って、アコさん、やればできるんだから、アコさんは。練習は裏切らない。頑張ってください。